ナ社長です。カレン社長です。今日はですね、7月の22日に行われるインフルエンサー万博×エクシア第3周年イベントのですね、ちょっと告知動画の撮影に、はい、とある場所に来てます。すごい人ですよね。はい、どん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 聞こえますね。でちょっとまさかのね、サプライズビッグゲストをねちょっとご用意してるんですけど、まあ、ちょっとそのスペシャルゲストのちょっと一人不在ということでちょっといろいろと段取りもちょっと違ってるんですが、まあこの後ね撮影をしていくので、しっかり皆さんにねこのイベントの素晴らしさを届けれたらなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。先ほどですね、インフルエンサー万博×あとエクシアの第3周年イベントっていうのをちょっとお伝えしたかなと思うんですけど、どういうイベントかっていうのをちょっとざっくりお伝えすると、エクシア、ホワイトニングサロン皆さんご存知かなと思うんですけど、エクシア毎年ですね、周年のイベントを行って、毎年通っていただいてるお客様にですね、ちょっと楽しいイベントっていうのを提供させていただいてるんですけど、それが今年はですね、東京ビッグサイトで1万人規模で行います。でその中にいろんなコンテンツがあるんですけども、ちょっとカレン社長のねご紹介もそこで合わせてできたらなと思うんですが、インフルエンサー万博っていう、ものすごい今話題になってるイベントがあるんですね。でそれをちょっとカレン社長の方からちょっと自己紹介とですね、あとはちょっとインフルエンサー万博ってどういうものなのかっていうのをお伝えいただければなと思います。はい、株式会社ロトスの川口カレンです。今回ですね、エクシアさんと東京ビッグサイトでイベントができるということで大変嬉しいです。でこのインフルエンサー万博っていうのは、見て触れて本音で PR するっていうのをキャッチコピーにしていて、インフルエンサーと企業をマッチングするようなですね、インフルエンサーかける企業の新しい形の展示会というふうに言わせていただいているんですけれども、今まで第0回、1回、2回と開催してきまして、で3回が5月にあって、で4回目でエクシアさんとのこのコラボになるんですけれども、出展企業さんとインフルエンサーさんのマッチング、そしてその出展企業さんの商品とかサービスの本当の良さをですね、しっかりまずインフルエンサーに伝えて、そのインフルエンサーが一般のユーザーに拡散していくことで、インフルエンサーの PR と、そしてインフルエンサーの価値を高めていきましょうっていうイベントになっています。結構この来場する方たちも、言ってしまえばちょっとインフルエンサーの方に会えたりも。そうなんですよね。今回は一般来場のイベントということで、皆さんにご来場いただけるイベントになっているので、そのインフルエンサーの方々と近くで触れ合えたりとか、いつも YouTube 見てる方が、隣にいるなんてことが会場であるかなと思います。すごいですね。今までが、要は招待制だったってことですよね。そうなんですよ。今までは完全招待制のインフルエンサーのみを300人来場させているイベントだったんですけど、今回初めて一般来場ありのイベントになるので、どんな感じになるか私自身もすごい楽しみなんですけど、皆さんもぜひ楽しみに来てくださればと思います。女性社長で、私もね女性の社長ってことで、今回のエクシア のイベントがですね、女性を応援するっていうところがですねちょっとテーマにありますので、ちょっと同じ女性社長同士ちょっと一緒にやこのイベントを盛り上げてくれるっていうことなので、もうエクシアのイベントで初めてのちょっと試みをね、ちょっとやっていただけるってことなので、会員様もそうですし、まだエクシアにこと知らない、もちろんインフルエンサー万博のことを初めて知ったっていう方もですね、ちょっとこのイベントはねちょっと見逃せないんじゃないのかなと思いますので、ぜひ7月にねビッグサイトに皆さんお越しいただけたらなと思います。はい、それ以外にもねいろんな催し物をご用意してますので、細かくはねまたサイトなんかを見ていただけたらなと思うんですが、じゃちょっとこの後メインのねゲストの方とちょっと、撮影になりますので、しっかりその様子も映していきたいと思います。はい、じゃあカリンちゃんと引き続きお願いします。はい、よろしくお願いします。